エルネスト・アンセルメ、エルネスト・アレクサンドル・アンセルメ、エルネスト・アレクサンダー・アンセルメ、1883年11月11日から1969年2月20日は、スイスの指揮者、数学者。アンセルメは、スイス西部のフランス語圏にある、レマンコハンの町ベイに生まれた。父は、気化学の学者であったこともあり、彼も、 パリのソルボンヌ大学とパリ大学で数学を学んだ。あと、数学者として、ローザンヌの大学の数学の教授になった。しかし、音楽好きの母親の影響から、ローザンヌで3歳年上の新進作曲家であった、エルネスト・ブロッホについて、音楽の勉強を始めた。作曲家としてもいくつかの作品を残しているほか、ドビュッシーの6つの古代悲鳴をオーケストラ編曲し、 譜面は、デュラン社から出版されている。数学者として生きるべきか音楽に進むべきか一時は、迷い、1909年に、ベルリンを訪れて、指揮者の二騎手とワインガルトナーに助言を求め、ようやくアンセルメは指揮者として立つ決心を固めた。1910年、アンセルメは、モントルーで指揮者としてデビューした。この時のプログラムは、ベートーベンの 運命を中心としたものであった。このコンサートがきっかけとなり、アンセルメはモントルーのクワザールの指揮者となる。指揮者となったアンセルメは、モントルーのカフェで、ストラビンスキーと運命的な出会いをして、気統合した。ストラビンスキーは、当時まだスイスのローカルな指揮者に過ぎないアンセルメを、第一次世界大戦のため、スイスに疎開していたリアギレフに紹介した。 モントゥーの公認を探していたディアギレフにとってはまさに渡りに船で彼は1915年のロシアバレダ団バレリュによるジュネーブ公演の指揮者としてアンセルメを指名したディアギレフはアンセルメをアメリカ公演の指揮者としても指名しついに専属指揮者とした彼がバレエデュスで初演を担当した作品にはプロコフィエフの道家詞ファリャの三角帽子サティの パラードなどがある。他に、ストラビンスキーの数多くのスイス時代の作品を所演し、マルタンやオネゲルなどスイスの作曲家たちの作品を頻繁に取り上げた。これらの活動の多くは、1918年にジュネーブに創設したスイスロマンド還元楽団によってなされた。スイスロマンド還元楽団は、設立当初は財政的に不安定であった。 1930年代初めには一時活動を休止にまで追い込まれている。しかし、1938年にローザンヌのスイスロマンド放送のオーケストラを吸収合併し、当時成長を始めた放送局のオーケストラとして財政的にも安定すると、一気に活動も活発となり、多くの名指揮者を客演として招聘するようになる。ブルーノ・ワルターやフルト・ベングラー、カール・シューリヒと。 ブベイに住んでいたなどが積極的に招かれいる。フルトベングラーは1944年1月17日ローザンヌ1月19日ジュネーブで客演した後にスイスに亡命。カール・シュー・リヒトとは第二次世界大戦前から進行があったがアンセルメが終戦の前連に彼をスイスロマンド管弦楽団に客演を依頼してドイツから亡命する手助けをした。 終戦後数年にわたって、このオーケストラへの客演が、修理人の主な活動となった。戦後、イギリスのレコード会社へデッカと専属契約を結んだアンセルメとスイスロマンド還元楽団は、かつてディアギレフの下で演奏したバレエ音楽、信仰のあったラベルやルーセル・ストラビンスキーの作品などから、 ベートーベンやブラームス、ヨーゼフ・ハイドンなどのドイツ・オーストリア音楽に至るまで、網羅的に録音をする機会を得た。それらは、アンセルメのホームグラウンドとなった、ジュネーブのビクトリアホールで行われた。ただしこのホールは録音のための部屋がなく、レストランの厨房をコントロールルームとして行うなど、放送用のスタジオは別に、スイスロマンド放送にあった。 ここでは映像をはじめとするアンセルメの多くの演奏が収録されているが膨大なアーカイブが存在すると言われている。現在ではアンセルメの名前がついている。しかし、ビクトリアホールは1980年代に火災に遭い、オルガンなどを消失してしまった。A、デッカの録音によりアンセルメは世界的に名声を得た。3イコール、サーンスのオルガン付け公共曲やオネゲルの ダビデオなどは当時ベストセラーとなった。ストラビンスキーの三大バレエをはじめ、ファーリアのバレエ音楽など彼らが世に紹介し、広めてきた音楽のその演奏が多くの人々に支持されたことによって、アンセルメとスイスロマンド還元楽団は第一級の売れるオーケストラとなっていった。また、アンセルメ自身数学者ということもあり、A デッカのステレオ録音開始においても多大な協力をし、1954年5月13日から録音されたリムスキーイコールコルサコフ作曲の公共曲第2番アンタール同社初のステレオの実用化試験録音となった。また、その開始においても前日のリハーサルの実験録音のプレイバックを聞いて文句なし。まるで自分が式台に立っているようだ。 というアンセルメの鶴の一声で、その開始が決定したという。アンセルメはザッハーなどと共に、同時代の作曲家たちと信仰を深め、その音楽の普及に努めたが、その中にはシェーンベルクなどの12音音楽や、バレーズなどのような前衛的な音楽、無調音楽は含まれていない。作曲家でもあったアンセルメは、著書、人間の知覚における音楽の原理、 レフォーンドモンデー LA ミューザケイデンズ LA コンシャンスユメーヌ1961の中でシェーンベルクの音楽語法が誤っていて不合理であると証明しようと試みたただしこの著書の現代音楽に関する主要部分はストラビンスキー版に当てられているストラビンスキーとは長年の友人だったが1937年のカルタ遊びのスイス上演で アンセルメがカットを要求したことから激しく対立し、10年ほども仲違いの状態が続いた。さらに、ストラビンスキーが12音技法を使用して作曲するようになると、それが原因で絶好してしまう。1966年、ニューヨークフィルハーモニック主催のストラビンスキーフェスティルに出演したアンセルメは、喧嘩をするには年を取り過ぎたと語り関係の修復を望んだアンセルメであったが、 その演奏会にストラビンスキーはついに姿を見せなかったという。アンセルメはスイスロマンド還元楽団に半世紀にわたって君臨した。1964年には NHK 公共楽団の指揮者として初来日し、1968年にはスイスロマンド還元楽団と共に再来日している。最も来日公演の評判はあまり良くなく、 アンセルメイコールスイスロマンドの名演は、デッカレコードの録音の魔術によると評する評論家も出るほどであった。1967年にスイスロマンド還元楽団の常任指揮者を引退し、公認の指揮者としてスイスに帰化した作曲家でベルン公共楽団の音楽監督であったパウル・クレツキを指名した。そして一年余り経った百六十九年二月二十日、 ジュネーブにて亡くなった。音楽の友社間、世界のオーケストラ123のスイスロマンド、管弦楽団の校では、長年にわたって強烈な個性を持った指揮者に引きられたオーケストラは、しばしば公認に反対の性格の指揮者を選ぶ傾向があると述べられている。A 列歌社から多くのレコードがリリースされ、その後 CD 化されているものも多く存在する。 デッカの録音がキングレコードとポリドールから並行して発売されていた1990年代。以前は主にキングレコードからアンセルメの録音が発売され、ポリドールのシャルル・デュトワに相当するフランス音楽の看板指揮者的地位にあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。